鍋の残りで鶏と白菜の中華丼を作りまーす。お鍋で余った鶏肉と白菜は一口大に切ります。大きさは火の入りやすいサイズ、スプーンで食べやすい大きさにするのがポイントです。ニンニクは粗みじん切りにしてくださいね。煮る用の鍋キューブと水を準備して、とろみ用の片栗粉と水は別容器で混ぜておきます。温めたフライパンにごま油をひいて、鶏肉を入れて塩コショウをして表面の色が変わるまで軽く炒めます。次に余り野菜とニンニクを入れて、油が回るくらいまで軽く炒めます。ここに鍋キューブとお水を入れて、温まって野菜がしんなりするまで煮込んでくださいね。最後に片栗粉はもう一度混ぜてから回し入れて、しっかりととろみがつけば完成です。温かいご飯と一緒に盛り付けてくださいね。余りがちな鍋の具材も鍋キューブがあれば熱々とろとろの中華丼になりますよ。ぜひ作ってみてね。